今回は囲碁 AI のカタゴの対局を見ていきたいと思います黒番が野木恒九段の方で白番が囲碁 AI のカタゴですね三子局の対局ですねまあ、三子で打つってことはまあ、黒の方は九段の中でも相当強い九段の方ですねなかなかね四子でも結構九段の方でも四子で勝つの大変なので三子は 結構厳しい手やかなと思いますね。で一点目初手ですね。ここに打ちましたね。面白い手ですね。最近。カッター後はですね。いろんな手を打ってますね。でこちらに打って。滑ってきましたねで。こちらに打ってつけましたね。全く見たことない。別れですね。 白が大大ゲゲママににかかってて黒大ゲーマンに受けてまあこの受けはいい手だと思うんですけど白がねすぐつけていきましたね。でここで下から跳ねていきましたね。でまたつけてきましたね。やっぱ置き碁なので結構難しい手を打っていきますね。でこっちから押さえましたね。右から押さえる手も。 あったかなと思いますねあ引くのは引いてくればこれどんどん押さえてってこれは黒がやれそうですからねから多分跳ねてくると思うんですけどまあここ黒石がね多い場所での戦いなので、まあ、これ切ってこういうふうに厳しく打っていくのがいいのかなと思うんですけど、まあ、例えば白。 曲がって、まあ、1回ステー,シー作戦ですかねこういう風に打って下がって、まあ、黒取れるんですよねこういう風に打てば先に当たりにできますので取れるんですけど、まあ、白もね隅の方で収まって先手で収まって、まあ、こういうような別れが想定されるのかなと思いますね。まあ、これで、まあ、黒もね結構 石取れた厚い形なので、まあ、不満はないかなと思いますねで他に考えられるのは、まあ、白としてはここの黒凝り形にしたいっていう、まあ、そういう作戦なんですよね。だからここで曲がってかずに例えばですねここに切ってまあ置きごの置き碁のね打ち方かもしれないんですけど例えばですけどね、まあ、これ取りますよね。で上から当てて、まあ、取りますよね。 で、あたり打って、下がって。まあこんな感じで、まあイメージとしては、こういうふうにね、スイシー作戦で黒の形を凝り形にしてお、していこうという、まあそういう作戦なのかなと思いますね。まあただ黒も結構厚い形なので、まあ、不満はないのかなとは思いますね。三四局ですし。まあ実戦は、 最強ですねまあただそうですねこっちに切ったのでちょうどこれここに当てる手がいい形になりますてこれはちょっとまあちょっと黒ハマってしまったのかなと思いますねちょうどこれ白が突き抜いた形ですからこういうふうに打てば。これは白が不満ないのかなと思いますね。 実践はこちらに厳しくね。さらに厳しく当ててきましたね。て切って跳ねて。て切って。こっちから当ててこれ手筋ですね。どういう意味かって言うと、黒がここに打つ手がないんですよね。ここに。打つと切られて。逆に取られちゃいますよね。 これは手筋でしたねで、ま、たねまこれも手筋ですねこれもやっぱり逃げるこっちに打つ手がないんですよね。これ両当たりですからね困ってしまいますのでやっぱり相当筋がいいですね。まあただ別に黒もね悪い手打ってるわけではないので、まあ、ここまでは。 かなり厳しくうまく打ってるのかなと思いますね。でこれも手筋ですね。これは切ってくる手誘ってるんですよね。まあ出て切って下さいという手ですよね。でこういう風に打ってまあ自然と黒が、まあ、白が取ってる間に黒いい形で成形することができるんですよね。でこの黒石が強くなればこういう反撃がありますからね。 こういうところは切らないのがねいい手ですね。でここでコスミツケから厳しくね厳しく打ってきましたね。まあここ冷静に打つ手もありましたね。取、ま、り、あ、とかが手厚いですね。一応これ左下の守りと白への攻めとあの下辺の。 連絡とかも見てますからまあ、一石三鳥ぐらいの手なんですよねまあ、他には左下守る手ならこういう手もありましたねまあ、しっかりこの一目取っとくのも手厚い手なんですよねまずはこの石を強くして、まあ、後から出て切る手とか反撃をね見ていく手もあったかなと思いますね実戦はいきなり切っていきましたね まあこれはすごい厳しい打ち方ですね。で白がね封鎖されてまあ相当厳しいように見えるんですがここがあるんですよね。ここのコが残ってましたね。で取ってまあ白そばコがあるんですね。で逃げて当てて。 で取ってでまだそば粉あるんですね。でこれが最後のそば粉ですね。もう白はそば粉がコウ材ないですね。でここに打ちましてここに切りましたね。まあ結果的にこの切りがですねちょっと失着になったのかなと思いますね。まあ、どうしてかっていうとこれ。 跳ねねられてて黒が困ってるんですよ、ね、この切りがちょっと間に合わなかったんですね。で取った時にハイを打たれてここで黒が投了して白の調子が勝ちとなりました。ちょっと打つてないんですよね。まあ例えば抑えるともう当て打たれて簡単に潰れちゃいますよね。これも全然ダメですし。 まあ取ってもこういうふうに打たれてこういうふうに打たれてまあこんな感じでまあ次でいいですかね次でもう黒あと2手しかないのでこれはもう黒が全然ダメですね。というわけで。 取られちゃったんですねだからまあこの切りが敗着になったのかなと思いますね。まあこの切りでは、まあ、黒跳ねるしかなかったかなと思いますね。でオえちゃうと取られて今度はもう白鋼材がどこにもないですからこれは白困っちゃいますからまあ押さえれないんですね。だから白もこう解消するぐらいなんですね。 で黒も切って、まあ、これで、まあ、黒失敗したと思うんですけど白にこう解消されてしまって、まあ、被害を最小限に抑えることはできたかなと思いますね。まあ、ただこのあと白が先手取れますので下辺にコスミとか厳しく攻めてこられて、まあ、結構ね、まあ、黒としても結構厳しい局面にはなってるのかなと思いますね。まあ、だから、 別に黒悪いって打ったわけではないんですけどこのやっぱりね片碁が相当強かったですねこの切ったねコ座に対してこれもう切りを無視してダメ詰めてきた教師この一手がね神の一手だったのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします ご視聴ありがとうございました。